皆様こんにちは、武田貫龍、青年実業家武田貫龍役の神山隆二です。まあ、原作を読ませていただいているんですけれども、もうなんと人間味あふれているか、こう悔しい時は悔しいで、もう欲しいものは欲しい、もうなんかやっぱりその時代の生命力にあふれた人間だなって僕は、可愛らしくてすごく愛すべきキャラクターだなというふうな目線で見てます。新橋演舞場はですね、僕は、2回目の出演をさせていただくんですけれども、もう本当に大好きな劇場なんです。歌舞伎も僕好きで見に行ったり、していたので、もうあのね、提灯があって、こう和の風情というものを楽しめる劇場、そこで流浪に剣心をやる和物の、舞台をやるということで、もう、まあ、僕は今回ね、こういった格好をしているので、チャンバラはやらないんですけれども、もう銃を使ってもう暴れ回れるということで、もう楽しみでしょうがないですね。今回ですね、武田貫龍というとっても魅力的、愛すべきキャラクターをですね、やらせていただくのは、役者としても本当にやりがいのある役だなと思っております。すごくですね、皆さんに楽しんでもらえるように、クレイジーな役っていうだけではなくて、愛してもらえるような、キャラクターになれたらいいなというふうに思ってますので、精一杯頑張ります。もうとにかくこう演舞場でルルネ剣心をやるということがすごく楽しみなんですけれども、そこで、武田貫龍をやらせていただくことに、とにかくですね、こうなんかお客さんと一緒にこう楽しめる役なのかなというふうに思っていて、で演出の小池秀一郎先生もですね、もうすごく自由にやってくれというふうにおっしゃっていたので、ぜひですね、お客さんと笑いだったりとか呼吸とかを感じながら一緒に楽しめたらいいなと思うので、ぜひ生でですね、劇場に足を運んでいただいて、そして一緒に楽しめるように、頑張りたいので、ぜひ皆様、遊びに来てください。